遊覧船でガルベっていうやつって今年で終わりにするんだこれね。あ、それの記念メニューがあるんだけど、うん、乗らなかったけど ね、なんか食べよう。ダムカレー、ダムカレー、あ、ネギカツ丼ってあるよネギが乗ってるってことだよね流木カレーすごい、ソーセージじゃん。アーチダムカレー、黒部ダムカレーね、結構な朝っぱらだからね今。これどういう設定、これ朝食かうちらにとって。まあとりあえず、ね、朝食通、朝食のようなブランチブランチ、うどん、はい、お昼、お昼、お昼、朝のような、お昼だか朝だかお昼だ か何、午前中から食べるボリュームのものではない、うん、でもまああの定番のアーチダムカレー、はい、ダムの形になってるのそれ、ご飯がダムねで、ワッコが、私はネギカツ丼だったかな。やっぱり、やっぱりネギだ。うん、クラブネギの参考にと思います。なるほどねいただきます、いただきます。これだと線掛けはできないな、うん、ダム型だもんね。ダム、ダム決壊。カツ丼にネギかけても合うんだね。結構みんな本気で歩き回りたい人たちっぽかったからね、うん、早く食べてる。初黒部ダムにしてはこれ以上ない日に来たっぽいよね私たち。暑くもなく寒、ちょっと寒かったけど天気もいいし、なんか放水も始まってた、うん、冬は寒いぞ。かっくんのいとこなんだよね、ちょいくん。はとこ、はとこか。いとことはとこって何が違うの。うちの親父と冷蔵くんのお母さんがいとこにして、ああそうか。ありがとうございました。だから俺のおじいちゃんと、うん、平蔵くんのおばあちゃんが兄弟。あ、もう分かんない。はい、今は道の駅、うん、池田まで降りてきまして、ちょっと休憩をしております。これなんか綺麗だ、向かい側がね、ハーブセンターだし。ハーブセンターね、うん、お庭が綺麗なとことかあるよ。そうですね、ちょっとお庭もね、一回りしてみようかなと思います。あ、まこちゃんその辺でなんかいろいろ、うん、普通にお写真撮ってくんないと、かっこ、うん、撮るよ。蝶々がすごいね。あ、かっくんこの辺で撮ってあっちはあれかね、うん、なんだっけ、あれラベンダーだっけ、あれ、あ、ラベンダーすごいね。あ、この辺がもうラベンダー畑になってるんだね。あそこもラベンダー積んでますよ。積んでますね。なんかこうやってさ、流れてるさ、ちょっとした水路の水が綺麗だよね、うん、ちっちゃい頃こういうとこでなんかさ、タニシ取ったりさ、うん、やってたね、うん、こういうとこザリガニはいねえのかこれね。いいね、なんか山が見えるっていいな。すごいいいよね。流れが速いですよ。
ちいいね、うん、なんかワイルドだね。ワイルドだね、でっかい。あ、なんかどなただろう。どなただろうね。伊集院さんだね。伊集院さん、わかんない。これなんかスターウォーズとかに出て来ないか。読めないよね。ギッシーで、うん、潮に明るいって書くのかな。違うか、ちょっとよく見えない。あっちはお店とかだね。実際に見えちゃったけど、こんな大きくないよね。うん、あ、なんかいい香り。香りがね、ハーブの香りだね、これ。こういうとこでさ、だからカップにさ、うん、お庭、これ妄想としてね、うん、タンクポップの館ができましたと。朝食はお庭のハーブをちょっと摘んで、こうとこ座って、うん、朝のゆったりした時間を過ごしながらハーブティーでもどうぞ。素敵でしょ、ね、でカッツンがトゥルントゥルンってギターを弾いてやってくるみたいな、うんうんうん、そういうことですよ。いいですね。絶対いいと思ってる。俺はどっか走りに行くぜ。小さな胸破裂しちゃう。